まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない、負けていない。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君がつらい思いをしたことはよくわかった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで、君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてみゆきにも。だからお前がみゆきを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にみゆきを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら。その時一番悲しむのはみゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。はる、私は。ああ、やはり。ここにはいないのか、みゆき。お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか、私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。みゆきはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。みゆき、みゆき、頼む、私の声に応えてくれ。
くだらぬ。巫女はすでに我が手中におり。違う、みゆきはお前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これは。そうだレナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモンワープ進化。力は満ちました。昨夜も浄化なら任せなさい。行くわよ。混合カーンだ。よし、絶対に勝つんだ。俺が行こう。ヤタガラモン。もっと、俺の番だ。僕の番だね。行くぞ。べきか。俺の力も上乗せしよう。
俺に任せておけ。さあ、行くわよ。本望かいなんだろ。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。ここは俺だな。どう戦うべきか。俺の力も上乗せしよう。俺に任せておけ。行くわよ。ここは俺だな。どう戦うべきか。俺に任せておけ。ここは俺だな。どう戦うべきか。俺に任せておけ。行くわよ。ここは俺だな。どう戦うべきか。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。ここは俺だな。取り戻せなかった。でも、分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。そうだ。ああ、私の声も届いた。レナモン、すまなかった。辛い思いをさせてしまった。そしてありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う特別な力を持っている。巫女の力ってやつか。そうだ。生贄にはならない代わりに力を振る。飢餓の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はみゆきに執着しているんだ。主の目的は
みゆきの力で扉を開いて何をする気なんだ。復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。復讐？何に対してだよ。人間の世界があいつに何かしたってのか。すまない、詳細は知らないんだ。だが主は言葉の端々に人間の世界に対する復讐心をにじませている。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。じゃあ主の目的を阻止しないと私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね。私は主からみゆきを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。待てよタクマ、ジジモンは最後にはみゆきを倒すしかないって。そうだとしてもギリギリまでみゆきを助け出すために考えたい。今のまんまじゃみゆきさんがかわいそうすぎるよ。それにうちらの声はみゆきさんにちゃんと届くんだって分かったじゃない。みゆきちゃんに声は届け続けられたら、それでみゆきちゃんが自分を取り戻せるなら、うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんなハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。仕方ねえな、ミュウが危険にならない範囲でなら手を貸してもいい。共に行こうレナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。ああ、狭まる我が想像せし世界、急がねば我もまたこの世界と共に。いな、認めぬ、諦めぬ、必ずや我が対岸を成就すべし、ゆえに。そなたを滅死はせぬ。あなたは誰？大切なるみゆき、我が命なり。え？さあこちへ、こちへ。我が対岸成就せず。対岸、つまりあなたの願い。思い隔てし一族、許すまじ。しかればこそみゆき、しかればこそ。さあみゆき、参れ参れ参れ。
するつもりなの。さあ、早くこっちへ。やだ。逃さぬ、返さぬ。我が巫女、我が命よ。レナモン、その姿なんでまた春の姿になってんだ。もうすっかり正体は分かっちゃってるんだし、わざわざ春でいることもないんじゃない。もう随分と長くこの姿でいたからな。体が勝手に春の姿でいようとしてしまう。え、でも昨日はレナモンの姿だったじゃんか。元の姿に戻らねば戦えないのだから当然だろう。それってつまり普段は春の姿の方が自然ってことなのか。そっちの方がリラックスできちゃうみたいな。手虫かよ。うるさい。みゆきのそばで春の姿で居続けていたらいつの間にか当たり前になっただけのことだ。しかしその姿でいることは君にとって苦しいことだったのでは。最初は確かにそうだったがな。だがそんな思いも違和感もとっくに薄れたよ。それにこの姿でいたからこそ見られたみゆきの表情というものもあったから。だから昨日言ったあの言葉はもう忘れてくれていい。そうか。それで俺たちをここに集めた理由は何か大事な話なんだ。ああ、みゆきの居場所について話しておかなければと思ってな。みゆきがどこにいるのか知ってるの。みゆきは祠にいる。祠？それって神社の祠ってこと。ああ、そうだ。それは本当かね。今さら嘘などつくものか。主の本体がいるのは祠の奥深くだ。だから間違いなくみゆきも祠にいるはずだ。たくま、レナモンは嘘なんて言ってないと思うぞ。それじゃあ本当に。まさか敵の本体がこんなにご近所さんだったなんて。ああ、あの辺はこれまで何度も歩き回ってたからな。ええ、私も全く気がつかなかったわ。東大元暮らしってやつか。しかしあの祠には何者かが隠れられるような場所はないはず。まさかまだ奥があったとは。だがあそこは何度も調べたから間違いはないはずだ。協力し合うのだろう。私の言葉を疑うのか。春は思い込みが激しいから一度言い出したら聞かないと昔みゆきが言っていたが、その癖はまだ治ってないようだな。それはけどさ、教授が疑いたくなるのも無理はねえんじゃね。それは結局私の言葉を信用していないということか。そういうわけじゃないよ。ただ信じられる根拠は欲しいかも。全ては祠へ向かえばわかることだ。僕はレナモンを信じるよ。レナモンがミユキを助けたい気持ちは本物なんだ。ミユキのことで嘘をつくわけないよ。
まあそう言われるとそうだよな。っていうかレナモンの目を見ればわかるよ。レナモンの目、うちを守ってくれる時のシャコモンと同じ真剣な目してるもん。大事な人を守りたい気持ちは一緒だものね。そうね。それに私たちみんなレナモンがどれほどみゆきちゃんを救いたいかよく知ってるもの。信じないわけにはいかないわ。そうですよね、教授。どうやら私は随分と頭が固くなっているようだ。すまないね、レナモン。みゆきを救えるならそれでいい。さて、敵の居場所は分かったけどさ、問題はどうやって勝つかだろ。この世界を支配してるやつだ。何も考えないで行くのはあまりに危険だろ。じゃあさ、こういうのはどうかな。勝つことよりもとにかくみゆきを奪還することに集中するんだ。そしてうまく彼女を取り返せたら。取り返せたら全力で逃げる。そして急いで安全な場所まで行ってからみゆきの力で元の世界に戻るんだ。それいいじゃない、ナイスアイディアだよ。へへ、だろ。ミノルにしては上出来。ちょっとだけ見直した。おい、なんかそれ素直に喜べねえな。ねえ、たくまくんはどう思う？私もこれって現実的な作戦だと思うけど。うん、悪くはないけど、でもことはそれほど簡単じゃないと思う。え、それってどういうこと？おい、たくま、簡単じゃないってどういうことだよ。うん、うまく説明できないんだけど、こっちの世界と僕たちの世界はお互い影響を与え合っている。つまりこっちの世界に異変がある限り僕たちの世界も無事では済まないんだ。なるほどな。俺たちだけ逃げても問題は何も解決しないってことか。じゃあやっぱりあの主ってやつを倒さなくちゃならないってことかよ。そんなの無理かもしんねえのに。いや、必ずしも倒す必要はないのかもしれないよ。え？主を倒すことと世界を正常に戻すということは分けて考えた方がいいかもしれないということだよ。それってどういう意味なんだ？主を倒さねえと世界は救えないんじゃねえのか？そうとは言い切れないと思ってね。倒さなくても世界を救えるかもしれないということですか？もしや教授は世界を救う方法に心当たりでもあるのか？その方法はわからない。だが倒さなくても解決できる方法は模索すべきだということだ。でもでも、その方法がわからないんじゃやっぱり戦うしかないんじゃない？そうね、今の私たちには確かにそれしか選択肢がないもの。ミノルの言う通り、ミユキの奪還を優先すべきなのかも。でもそれだけじゃ元の世界を救うことにはならないでしょ。そうだよ、そう言ったのはタクマさんじゃん。いや、そうなんだけど、まずはミユキを助けることを最優先に考えて動いてもいいんじゃないかと思うんだ。でもでも、主のことはどうするつもりなの？主の目的はタクマたちの世界に復讐することなんでしょ？放っておいたら大変なことになるんじゃない？それはもちろん分かってる。
僕も主を倒さないって選択肢はないと思う。